とその関心の輪と影響の輪のなんて言うんでしょう、このドーナツみたいになってるところが手に入らない部分なのかなとも思う。いや違う違う、それはねエッジの部分っていうのはすごく良かったけど、うん、まずその手に入りそうで入らない距離っていうのは、我々生き物の僕が考えている性質なんです、うん、そこに興味を持つっていうのはね、うん、で関心の輪っていうのは、このスティーブン・コビーさんの僕の話と僕の話を合わせると我々が影響を与えると思っちゃってる、勘違いしてる部分も入っちゃってるんですよ。例えば、年齢が高いから婚活がうまくいかないっていうのも、手に入りそうで入らない距離にあると思っちゃってるんですよ、多くの人はね。本当は手に入らないのに、あ、だから、人って余計なことばっかり考えてるんですよ。なるほど。はい、どうぞ。その今言ったその年齢が、若ければ婚活がうまくいくっていうのは関心の輪にはあるけど影響の輪にはないって言ったんじゃないですか、はい、影響の輪は必ず関心の中にあるんですか。そう、影響の輪は関心の中にある。なぜかというと関心の輪の外は関心がないってことだから。あ、そっか。で関心のあるものがたくさんある中に、うん、関心があるかつ影響を与えられるところがある。あ、もしかしたら、うん、今の話を言うと関心の輪の外にも影響を与えられるところがあるかもしれないけど、うん、それはスティーブン・コビーは議論してない、うん、あ、なるほど。じゃあその、年齢若ければ婚活うまくいくは関心の輪の中にはあるけど影響の輪の中にはない、ない、そう、っていう位置関係。そうです。あ、だとしたら、いや私は例えば、多くの人に会うというと影響の中にあるのでできますよね、うんうん、できます。あるいはその年齢と関係ない場合とかないだろうかって考えるのは影響の中にある、うん、そこだけに目を向けろと。まあそれは一つね。でそれをずっと実践してると影響の方がどんどん大きくなってくるらしいんです。おお、何に、それあのスティーブン・コビーが欲していた影響がすごいからこうな感じ。だからまあ会社で言えば、あ、まあ、コンビニで僕例えるの好きなんですけど、うん、なんだっけ、時給が安いんだ、やってられないよと思って、いやこんなに来るの問題だろうとかいろいろ思ってるんですよ。だけどじゃあ僕もできることなんだろう、分かった、じゃあ店長に成り代わって、なんだ、新しいレジャーのシステムをちょっと自分でやってみよう。よくありがちなのはそんなこと言っても店長許してくれないだろうみたいになるじゃん、うん、そうしたらすでにそれは影響の輪の外にあるんです。うん、じゃあ影響の輪の中にあるのは自分が責任持てる範囲で何ができるだろうかっていうことをまずやるんですよ。うん、でやると変わってくるじゃん、ね、だって影響の輪っていうのは変わるところだから。うん、でそうすると店長がじゃあちょっとこれ頼んでいいかっていうふうになるわけですよ。うん、そうすると影響の輪がでかくなってくるってことです。いや広がってくるほらね。で世の中を変えていく人ってその影響の輪に目を向けてる人だけなんだと。なるほど。それがインサイドアウトなんですよ。あ、インサイドがどんどん広がってるってことですか。そういうことです。インサイドからアウトサイド、アウトサイドから外から来るものに影響されてるんじゃなく、うん、自分の変えられるものから変えていこう。多分もしか違ったらスイープコミさん後で教えてでもなんかその方が楽しい生き方っぽいですよね。そうだから、ここにアウトサイドイン、この上連さんのまとめたものを読むと、はい、アウトサイドイン、被害者意識に悩み自由を拘束された不幸な人々である。だって影響を与えられるところに関心がないんで、うん、私は何かの被害者だ、店長は何々してくれないから私はできないんだとかなっていくわけですよ。うん、その気持ちもわからないでもないかな。まあそういうなんか実際のこと、その店長とか言ってこられると確かになっていう気もする。でもね、あの僕はインサイドアウトの考えを実践してたらやっぱかなり変わってくる、すぐに。そうですね。例えば僕ある時期アルバイトでなんか学会かなんかのどっかの学会のなんかお金稼ぐためになんか先生にスライドを持っていくみたいなことをやってたんですけど、はいはい、それとは別になんかこうこの7つの習慣を読んだ後だったんでめちゃくちゃ影響されて、はい、困ってることがあったら上に報告したりとか、なんかいろいろお客さんにいろいろやってあげたら、なんかうちで働きませんかって。別に僕 そこは別にその時研究員とかしてたのに、はい、アルバイトもちょっとやってたんだけど、そこで働きませんかまで行きますからね。でもあっ、ジャマルさん、そのアウトサイドインであるっていうこと自体に多分もう気づいてない人っているですよね。そう、結構こうその例えばそのコンビニの店長とかが、うん、ああやってるこうやってるっ
だから私はもうこれしかできないし、もうそれ以上やろうと思わないんだよねみたいな、うん、でもそういう人にじゃあ例えばその自分のできる範囲内でこういうことしたらとか、その丸さんの考えがアウトサイドインです、うん、あそうなんだ、うん、そのなんて言うんだろう、できる範囲でこういうことしたらどうですかみたいに言っても、うん、いやでもさ、そうするとさ、またさ、あれがこうで、かえって仕事増えちゃうしとか、なんかそれでも全然聞き入れない人ってなんかいますね。いますけど、その人はどうでもいいんですよ。あそんな人はどうでもいい。あの、丸さんと関係ないんで。あそう、丸さんがどうするかだけ。いや、丸さん、アウトサイドインな気がする。しょうがないよね。そう、なんかその、平べったい言い方になっちゃいますけど、はい、自分のこと大好きな人って結構成功する場合ありますもんね。あるあるね。あの例えば、ミランダカーとか。ミランダカー、ね、ミランダカーって多分自分以外あんまり関心なさそうなんですか。あのそう関心が全くないって言い切るわけじゃないんですけど、うん、自分に対する関心の比重が外よりも高そうっていうか、どんどん。だから僕は天才の一つの定義の中に、うん、どこまでわがままが許されるかっていうのが入ってて、わがままが許されれば許されるほど天才だと思っていて、うんうん、だからミランダカーはそもそも価値が高い。あ、まあそうですね、もともとで、そう言い続けられますよね、うん、そうだ、ミランダカーが、インサイドアウトをした結果そうなったことがわかんないよね。あ、まあそっか。で自然にやってる可能性もありますよね。でまああるあるある、うんうん、まあいいや、ミランダカーなんですよ。でもその自分の考え方がどっちなのかなっていうのをに気づくというか、ジャッジというか、どうすれば気づけるの？いやいや、もうそれはそれもどうでもいい、うん、どうでもいいというか、そのジャッジも必要ない。もう今日から、うん、こっちにすればいい。そう、インサイドアウトにしましょうと。じゃあ、分かった、丸さんが丸を2つ書いてくださいと。丸さんが丸を2つ書いてください。3丸になる。それは外側が影響の、監視の輪ね、内側の影響の輪で、今考えてることを書き出すんですよ。どっちの輪に入るかなと。でその影響の場合以外はもうペケ、あ、ね、考えてもしょうがない、しょうがないし、影響を及ぼせるわけでもないんだし、マルさんが多分目的とか目標があるはずなんですよ、うん、まあ、目標がない人にもこの後の瞬間は、うん、瞬間目標をくれるんですけど、それを置いといて、うんうん、目標側に向かうために、関心の輪ではなく一番内側の影響の輪なものは何だろう、それを やれっていう。確かにためになりますね。今そこ聞いただけでもためになってね、パラダイムシフト、パラダイムシフト、そうなんです。これ何章だっけ？まだ1章。これまだ1章の7つの習慣。恐ろしいこれ。すごいね、フランシスコビ、すごいですね。フランシスコビだっけ？スティーブみたいな。アルカードコビ。フランシスコベイキング。いや違う違う違う。フランコリ、フランコリコビージャパンって兄弟ですよね。あ、そうか。なんかアルカードコビの大丈夫の。間違ってた。難しいな、確かに理解がね。うん、で次ですか。はい。次はどこまで行きましたか。どこまで行ったか。あの第一章の中でもっと質問ありますか。その、うん、第一章か、あのパラダイムの中とか。うん、博士の説明ですごいわかりました。うん、じゃあ次行きますか。うん、でもここはいいんですね。うん、じゃあ第 2章第2部からいっちゃいますね。はい、あ、これは注釈なんで全部読まないです。あ、分かりました。何かわからないことがあれば、あの突っ込んでいただければそれについて説明します。第1の習慣伝えてきてある、4ページのところですね。あの緑の文字のところです。自分の身に起こることに対して自分がどういう態度を示し行動するかは自らで決めることができる。問題解決に5ページ今5ページに入りました、はいはい、問題解決に向け率先してことを行う。自分の身に起こることに対して自分がどういう態度を示し行動するか自分で決めることができる。はい、はい、ですか。自分の身の回りのことに対して自分が動かされるのではなく自分が周りの環境に作用を及ぼす。自分がコントロールできないことではなく自分がコントロールできる影響を及ぼすことができる事柄に集中する。これまさに目とこれ今のそうですね、影響の輪のところですね。
より良いものを持つのではなく自分が良くなる、より良くなる。失敗した時に自分の間違いを認め修正を図る。ウィキペディアよりですね、これがあの第一の習慣なんですけど、 Be プロアクティブって書いてますね。ハビット1、Be プロアクティブ、英語も書いてあるからね、そのまま貼ってきました、うん、なるほど、うん、これ具体的にどういうことがあったかってちょっと読んでみましょうか。あのこの中にですね、ビクター・フランクルという人が出てくるんですけど、夜と金の人ね、はい、この人が、夜と金の人、ね、そう、アウシュビッツに収容されたそうそう、幸福について、夜と金という本を書いて有名になった心理学者ですね、はい、はい、この人がですね、あのナチスのドイツの収容所にいる間に、うん、もうすごい悲惨な状況に置かれてしまうわけですけど、それをどうやって乗り切ったかっていうと、他の状況を自分の頭の中に描いたんですね、で人間は刺激と反応の間に選択の自由を持っている。この選択の自由の中にこそ人間の人間たる4つの独特の性質、自覚、想像力、良心、自由意志があります。だからあの辛い状況に置かれていても、彼は、収容所にいる間、フランクルは他の状況を頭の中に描いた。例えば収容所から解放され大学で講義をしている場面を想像した、うん、その教室の中にいる自分の姿を想像し、拷問を受けている最中に学んだ教訓を生徒たちに説明している状況を思い描いた、うん、そうすることによって自分をあのどんな状況な悲惨なあの状況に置かれても自分を傷つけることがないところに置くことができたんですね。それはどう関係してるの？だから刺激っていうのはあの自分に来るけれども、それをどんな状況、どんな反応するかっていうのは自分で選ぶことができる。まあ、なるほどね。なんかあのビクトル・フランクルでしたっけ？名前なんですか？ビクター・フランクル。ビクター・フランクル、はい、心理学者か精神科医か分かんないけど、うん、なんか論文を書いててその途中で捕まっちゃったんですよね。その論文を発表することをこう心に溜めながら秘めて、そしてアウシュビッツで過ごした。でそれまでの心理学でよく言われてたことは、もう極限状態になったらみんな人間的に卑しくなり、なんかもうダメになっていくと言われてたけど、そうじゃないってことに、ビクトール・フランクルさんは気づくんですよ。人によって違うだろう。素晴らしすぎる、このダメだよ、それはもうここまで達して僕はすぐ痛いと思っちゃう。素晴らしい、この人、うん、そうだから反応じゃないってことですね、自分で選べるんだと、うん、なるほどね。それは人格者だわ。人格者です、もう本当に。そう、ここのまとめも読みましょうか、うん、人生の責任を引き受ける、6ページですね。責任を引き受ける、主体性を発揮する。主体性のある人はそのレスポンシビリティ、自分の反応を選択する力、能力を発揮している。彼らは自分の行動に対する責任を取り、状況や環境または条件付きのせいにしようとはしない。自分の人生に対する責任を放棄すると反応的になる。反応的な人の多くは周りの物的、社会的、心的な環境に大きな影響を受ける。主体的な人は自分の天気を、これ天気って待ってるかな、持ち合わせている、うん、心底から正直に今の状況はこれまで私が行ってきた選択の結果だということですね、うん、質問あります？分かりました？これは私きついですね、はい、これあれですよね。いやでも恋愛ユニバーシティで、うん、なんかこう今恋愛で辛い状況にいてますっていう人いてます？ちょいちょい出るんですよ。なんで画面がいいと思いますよ。いてますよ、それよ。いや、でもう反応的ですよね、多分。ごめんなさい、いてますね。もう一回お願いします。あのだからなんだろう、その恋愛ユニバーシティ の、はい、その恋愛のこう相談とかで辛い立場にありますっていう人って、うんうん、まず自分がどうではなくて、うん、彼がこうで、うんうん、私辛いですっていう、うんうん、もう完全に自分をなくしてるという、うん、反応的になってると、
だ結局でもあれですよね、例えば彼が冷たいどうすればいいのじゃなくて、例えば主体的っていうのはそれについて、じゃああなたはどうしたいのじゃないけれども、じゃないのね、あじゃなくないです、ごめんなさいだからその主体性で例えば自分を取り戻せば、彼がそのじゃあ全然連絡がくれないような人間でも付き合っていくのか、それとももう諦めて次に進むのかって、選択権はあなたにあるんですよっていう、そうですね、それが主体性ですね、ですよね、そうです、私は苦しめられている彼とか言ってると反応的だってことですね、うんうん、そうなった状況もそもそも自分で招いているってことです、うん、だからその相手を選んでみたいな、それは言わないでその相手を選んだあなたにも責任がある、あそう、まあ、ちょっと待って待って待って、でもスティーブン・コビーさんは、うん、あの攻めはしないのよね、うんうん、でもこの今の状況はこれまで自分が行ってきた選択の結果だって思うところからまず始まる気がします。私も昔はちょっとこの恋愛とはかけ離れちゃうんですけど、その親のせいとか、その進学のこととか、そのまあ例えば大学で取りたい授業があるけど、その親に絶対大学行くならこの資格取れって言われてた資格があって、はい、その資格を取るためには絶対に取らないといけない授業があるわけで、で本当は専門の授業を取りたいけど、うん、そっち行かなきゃいけなくて全然やる気なかったんですよね、うん、その資格の方は、はいはい、いやいややってて、うん、でも一応なんかやらなきゃいけないからやってて、うん、でもそれ全部なんかそのいやつまらなくなってるのは親のせいとか思ってたけど、うん、別に親のせいじゃなくって、うん、自分がその嫌なら嫌でそれを言ってなんかちゃんと自分でやればいいし、そのやるならやるでそっちに集中して頑張ればいいしで、うん、どうすることもできるっていうか、そう、ね、自分 の、 やその意識で行動をどんどん変えていけば、うん、どうにだってなれるのに、それはその逃げてるっていうか、うん、人のせいにしたり環境のせいにしたり逃げてたんだなっていう時、うん、ことにある時気づいて、うん、そういう生き方をやめた。おおい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 気がついちゃったんですね。スティーブン・コビーがいます。なんか大きい反抗を若い時は気づかなかったけど、やっぱりどんどんその社会経験とかも重ねてくると、うん、結局自分がどうするかで決まるんだなっていうことに気づくっていうか、嫌だったら断ればいいじゃんっていう、うん、っていうか本当にそう、もしやるならやるでもうやるって決めて努力すればいいし、うん、どう思いました？メロさん、すごいな小学生なのに。いや、素敵。あのなんか穏やかで。ちょっとぼーっとしてたかもしれない。ぼーっとしましたね。関心の輪がすべて外側に今。関心の輪が外に。博士の隣に座る人って結構ぼーっとしてた。いつも私ぼーっとしてた。緑さんとかエイプリルさん。でも今日初回ですからね。そうですね。そうですよね。ちょっと待って、ただまず、うん、自分が全て選択した結果だとか、うん、自分に全て責任があるって結構辛い言葉でもあるんですよ。辛いけど、ね、それを受け入れてた時に何か変わるんですよ。それはそう、そうなんだ。いや、それもちょっとストップストップ、ちょっと待って、だからそこまで考えなくていい。あ、そうなんだ。とにかく自分が今変えられるところに目を向けるだけでいい。あ、なるほど。だから責任があるとかそういうのになっちゃうと重くなるし、今辛い人は超辛くなっちゃうんで、 それはいい。シンプルに考える。そう、まず今変えられるところに目を向けてだけでまずいいと思います。それから恋愛ユニバーシティの人は我々にとか聞いてるじゃん、どうしたら助かりますか。あ、そうですね。この時点でちょっと影響の輪には行ってるかも。あ、そうですね、うん、そうですね。求めてるってことね。求めてる。そうですね。自分からその言葉を求めてるってことね。そうそう。変わりたいと思ってる。ああ、そうですね。ですよ。でもこの癖を直すのはすごく難しいですよね。他人のせいにすると結構楽なんですよね。あえて、その反応的な人生を送ってる人もいると思うんですよ。楽だから。誰かのせいにすると楽なんですよ。例えば年齢のせいで婚活うまくいかないって言ったら楽なんですよ。うん、そう。でも、そう、楽を、まあ楽でもいいのかな。僕思うんですよ、いつもコメントするときにそれでもいいのかなと思うんです。楽だからね。これだからうまくいかないんです、いいねみたいな。いやいや、茨の道だもんだって。優しいんですね。なんか
恋愛の相談のコメントとか読むと結構淡々と書いてるじゃないですか。で、博士結構厳しいことも言ってるけど、うん、実際はそういう優しい心で書いてる。いや、だからその目標があれば、うん、その目標に行くためにはこうしなければいけないっていうのは、うん、すごくこう冷たい感じになる。でも、幸せになりたいとかどうしたらいいかわからないとか言われた時には、うん、まあ、どっちも正解っていうか、どっちでもいい、はい、こうした方がいいけど、 あなたがしたいことをするとこうなります、そうじゃない方を選ぶとこうなります、ご自由にみたいになっちゃうんですよね。うん、そうです。そう、だからなんだ、まあその、まあ、7つの習慣の場合は自分の世界をどんどん変えていって、現実にある世界を変えていってめちゃめちゃ居心地のいい世界に作り変えていきましょうって話なんですよ。その一方で今ある世界をそのままでいいから全部受け入れましょうっていう考えもあるんですよ。だとしたら別にその何不満を言いながら努力もせずに人生終わるのもありかもなとも思った。ありのままをっていうのも確かに、誰かのせいにしていると楽じゃん、なんかあるじゃん、年取ってからさ、何やせいなんとかなのよとか言ってたら実は楽なんですよね。なんかそのさっきこういう考え方に変えるのって大変って言ったじゃないアウトサイドの確かにね、私もその途中、まあ、自分の話になってあれですけど、さっき変わったの変わったんですけど、変わったんだけど、変わる時、はい、変わるまでは、うん、だからすごいどん底までいかないと変わらなかった。だからすごい痛みを伴って変わってんで、その何があったそれもうあんまりちょっと話すと長くなっちゃうとか言わないですけど、でも結構なんかすごいどん底までこう自分の意識とか、意識っていうか、なんかこれまでの人生何だったんだろうって思った時があって、手何のために生きてきたのかみたいな思った時があって、すっごい辛くて、それですごい考えたり本読んだりいろいろやった結果、これ全部自分の責任だったんだってことに気づいて、パラダイムシフトしてなんかこういう感じになったけど、それがなかったら なんとなくうまくいく人生ってあるじゃないですか。だからレールの上に沿って生きて、それだったら絶対気づかなかったと思う。そうね、人生が最後までなんとなくうまくいくんだったらいいんですけどね。そのなんとなくに不満があったり、なんかもっとこう成功じゃないけど、もっとその 100% で生きたいみたいなのあるじゃないですか。その 60% でいいって考えもあるけど、なるけどね、100% になりたいみたいな。今 100%?いや、そうじゃない。オッケー。いや、いい。でも近づきかけて。あ、近づき。素晴らしい。100%なんて言った瞬間疑っちゃうもんね。近づこうと努力してる。スティーブン・コビーの申し子。ミドルネームがスティーブンだったから。本当かよ。それはいいとして、はい。じゃあ、はい、続きを。続きあります。はい、ふと我に返った時に続きになりますから。ある。結構だから恋愛ユニバーシティでも悩みを持ってる人っていうのは反応的であり、あと なおかつ影響の及ぼさないところにも惑わされているというところ、ね、そうですね、そうなんです、漂ってるんですね。それをこう、こっちに、そうだから影響の輪と関心の輪があることに気づくことがまず大きいですよね。そうですね、はい、どうしますかね、この影響の輪に関してもうちょっと話してもいいんですけど、次行きますか。さっき冒頭部分でカミソリさんが、この、動画を見終わる部分で人生変わってる的なこと言ってたんで、そうなんですよ、これはそういう感じでお願いします。はい、じゃあもうまた詳しくまた戻ったりとかしますので、時間があったら次に行きますね。はい、で第一の習慣はまあその主体性を発揮しましょうということで、はい、話を進めさせていただきます。はい、第2の習慣、ちょっと今エプリルさんのノリのせいで、はい、第2の習慣に行きますね。急に怪しくなる。終わりを思い描くことから始める、うん、第2の習慣は生活の多くの異なる状況やレベルに当てはまるが、うん、最も基本的な応用は全てを測るためにの基準や尺度の枠組みとして、人生の最後のイメージ、光景、パラダイムを持って今日を始めることである。万物にはまず人の頭の中で知的にものが作られ、それから実際に物的にそのものが作られる、うん、あとミッションステートメント、個人的な憲法、または信条を作るというのが第2の習慣になってるんですけども、ここで、ちょっと皆さんに実践していただきたいことがあります。ワークがついちゃってる、すごい、はいはい、ワークがついてます。今日 2個ワークがありますよ。ぜひゼミ生の方とこれを聞きながら皆さんもやってみてください。これからちょっと数ページ本を読みますので、目を閉じて静かで邪魔の入らない
まあ、一人きりじゃないですけど、一人きりになれる場所の必ず攻撃目つぶってないといけないごめんなさい生活の忙しさ、仕事、家族の問題、友達のことなどを一切忘れて自分の意識に集中して心を開いてもらいたい。いいでしょうか、目を閉じてください。あ、なんかありますか。あとか言われちゃうと心が止まっちゃう。すいません。愛する人の葬儀に参列する場面を心の中に思い描いてほしい。愛する人の葬儀ね、はい、はい。あなたは会場に向かって車を走らせ、駐車して車から降りる。ちょっと待って、愛する人いない人はどうすればいい。まあ、自分の家族とか、うん、じゃあ、愛する人って基本そのパートナーってことですか、配偶者とか。まあでもあの母とか父を愛していればそれでもいいんじゃないですか、うん、まあ、お子さんとかでも、はいはいはい、お子さんの葬儀そして車から降り、そして会場に入ると花が飾ってあり、あなたは静寂な雰囲気に包まれる。その場に集まっている人々からは別れの悲しみがにじみ出ているのと同時に、個人と知り合いになれた喜びが感じられる。あなたは会場の前の方に進み、そこに飾ってある写真を見る、うん、するとなんとそこにはあなたの自身の顔が描かれている。自分が死んでたんかい。そうそう、はい、自分だったんですね。そういうことね、愛する人は自分が死んでたんだね。はい、これは今日から3年後に執り行われるあなた自身の葬儀なのだ。うん、そんな周りが最初に言ってくれた。そうですね、うん、コビーさん、うん、ちょっと飛ばしましょうか。あ、いいですよ、いいです。集まっている人々はあなたに対する尊敬、愛、感謝の意を表しに来ているのである、うん、あなたは席につき式次第を見る。4人の人が祝辞、祝辞を述べることになっている。最初に家族や親戚の代表として自分の祝辞が述べられて死んでる長辞じゃん、長辞ですか、休止じゃなくて長辞。全国から集まっている子ども、兄弟、両親、祖父母、おじ、おば、いとこのなどのうちから一人、次は友人の一人で、あなたの人柄をよく知っている人。3番目は仕事関係の人で、4番目はコミュニティ、自治会、サークルなど、あなたが奉仕活動を行ってきたとこからの一人である、うん。ここで深く考えてみてほしい、うん。集まってくれたそれぞれの人たちから、あなたの人生について何と言ってほしいだろうか。彼らの言葉を持って、あなたはどういう夫、妻、父、母だったと述べてほしいのか。どういう息子、娘、いとこだったのか、どういう友達だったのか、どういう仕事の同僚だったと言ってほしいのだろうか。あなたはみんなに自分の人格のどういうところを見てほしかったのか、どういう貢献や業績を覚えていてほしいのか。その場に集まっている人、それぞれの顔をよく見てもらいたい。彼らの人生にあなたはどういう影響を及ぼしたかったのだろうか。読み続ける前にあなたの考えたことや感じたことを書き留めてほしい。その作業が第二の習慣に対するあなたの理解度を著しく高めることになる。ここにレジュメに空白設けてますので、あの発表しなくていいので、ちょっともう気づいたことがあれば書いてみてください。最初の一人が家族親戚でしたよね。最初の一人がそうですね、家族親戚の代表ですね。2人目が友人ですね。次は友人、3番目は仕事、コミュニティ、ここがゼミツイでもいいんじゃないですか。友人じゃなかったのみたいな。ああ、そっか、友人とダブってるかもしれないですね、うん、4番目がコミュニティですね。これにどういう人だったと思われてたかったですか、うん、っていうこと。そうそう、そこがあの、つまりこの人、葬式っていうのは人生の最後なわけですよね。その自分の最後からゴールですね、ゴールから今の人生を決めていこうということなので、うん、なるほど、うん、はい。お、私なんかここ読んだ、ベロンさんどうですか、何ですか。読んだことあっておだけど、いつも疑問だったんですけど、はい、その最後をあの想像するときに自分が人からどう思われるかっていうことを基準にするんです、うん、そう書いてありますね。それってなんかその結構よくあるテクニック的な
なんか人からどう思われるとか、うん、なんかそういうこととすごい結びつきやすいというか、自分がどう生きたいかとか。